こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、E メールの登録メールアドレスの変更方法です。まず、eBay にログインします。そして、My eBay をクリックします。そしたら、アカウントをクリックします。そして、アカウントの中のアカウントにをクリックすると出てくる、左側のビジネスインフォメーション、あるいはパーソナルインフォメーション、これをクリックします。次に、レジスタード E メールアドレスの右端にあるエディットをクリックします。そうすると、もう一回ね、メールアドレスとパスワード入れると出てきますので、もう一度ログインします。そして今度は、新しい変更したい E メールアドレスを2回入れて、この数字を入力すると。で、コンティニューを押すとですね、メールアドレス宛てに、eBay からリンクのついた、メールが届きますので、そのリンクをクリックしてですね、認証番号を入れると、E メールアドレスの登録変更完了です。またね、画面変遷が違うとか、何かこのメールでいいのかとか、ありましたらですね、また画面キャプチャーつけてお気軽にご質問ください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。